皆さんこんにちは、エルカチャンネルの翔です。皆さん、やってしまいました。ちょっとするつもりだったんですけど、まさかの手が滑りました。さて、なんで俺がこのポーズ、このなんだ角度で撮ってるかっていうと、なんで正面向かないかっていうと、だってこんなんなってるんだもん。はい、昨日ここら辺まで剃っ切ってたんですね。で、まあ下ちょっと見せてたので、あのここもずっとか刈り上げてて、でもうちょっと上まで上げようかなと思ってやってたんですね。手が滑りまして、あーってなりまして、ただ今日一日これで過ごしたんですけど、違和感しかないので、ということで今日は坊主にしたいと思います。充電が切れた。どうしよう、半端な髪の毛になってるよ。ねえ、どうしよっか。これほら、多分ね、後ろがめんどくさいことになってると思うんだけどな。わあ、どうしよう。まあ充電はしないといけないけど、どうしよう。とりあえず今バリカンは充電したけど、してるけど、多分まだ時間かかるんで、最悪明日これで行かないといけないみたいね。まあ、いやー、どうしよっかな。まあ、頭洗うか。うわ、めちゃくちゃ洗うところが少なくなった。どうでしょう。まあやっぱちょっと後ろとかがもうちょっと、これもこのなんだろう、つむじの上ぐらいまで刈り上げとったらまだ良かったかもですね。 あとちょっとだったのな。とりあえず、まあ今日これでやって、でうまくいけば明日の朝でもやってみたいと思います。はい、帰ってきました。この髪で今日会社行ったんですけど、まあこんな感じですね。なかなかみんなのあの引いた感じがこう来ましたね。まあ後で笑いにはなったんですけど、あれ言われたのが、結構前の映画なんですけど、フィフスエレメントに出てきた、なんだろう、悪役かな、ちょっと僕も見たことはあるんですけど、あんまり覚えてない。
まあ悪者だと思います。そいつの髪型がこんな感じらしいですよ。さあ、じゃあこの残ったこいつ、さあこれで今日一日だけだったんで、じゃあ刈り上げたいと思います。さよなら変な髪。すげえ髪になったぞ。なんだこれ、なんかね。ちょっと次だったかな。違うな。曇ってるのか。よいしょ。なんかすっごい、よいしょしょ。すごい髪になりましたよ。よし、じゃあ続きちょっとやっていきますね。よし、なんかいっぱいついてるけど、はい、さあ坊主になりました。テカってますね、キランとしてますね。いやー、もう言ってもそろそろ梅雨が明けるんじゃないかと。まあ、ちょっと天気は今すっごい全国的に悪いんですけど、多分カラッとする日が始まりますんで、さあこれでバッチリでしょう。まあ思いっきり汗が入ってくるんでしょうけどね、目に。でもなかなかやっぱ髪の毛がちょっとあると、なんだろう、髪の毛、汗かいて髪の毛がへばりつくんですよね。それがあんまり好きじゃないかな。さあこれでさっぱりしました。出来上がり。はい、じゃあ今日はここまでです。それでは